辻先生、今日もよろしししくおお願願いいまます。お願いします。商品にはライフサイクルが第一と辻先生よくおっしゃってますけども詳しくく教えてください。そうですねライフサイクルまたの名を成長カーブとも言いますけども商品、まあ、サービスだとかその寿命がありますよと生まれてから誕生してから寿命が尽きるまでにその成長カーブを描きますよと最初が導入期って言われる。 やつでね、その次が成長期って言われるやつで、ね、その次成熟期で衰退期っていう風にあに一つの商品だとかサービスっていうのはこの4つを通じてずらーっと上がっていって下がっていくっていうこのグラフを成長カーブとも言うんだけどこのカーブを絶対描きますよと言われているわけね、うん、あのもう未来英語をずーっと右肩上がりっていうのはちょっとありえないですよと。はい、もう必ず成長して,いって 成熟していて衰退していくっていうのは必ずありますよと言われていくわけねでえ僕はその成長カーブだとかライフサイクルっていうのを見るのに一番いい業界がありますよと言っているわけですねその業界何かっていうと僕はレーシックだとレーシックが一番分かりやすい太陽光もそうなんだけどレーシックがすごい分かりやすいですよと千あさんレーシック知ってますかはい はい、僕は受けましたレーシック、えー、2012年の12月に受けてちょうど今2020年の、まあ、11月になるわけだからもうすぐ8年目みたいな感じになるんだけど、まあ、レーシック僕は受けてすっごい良かったと思っていますその代わり視力がめちゃくちゃ良くなった代わりにちょっとしたドライアイになるだとか LED 照明がちょっとまぶしいとかいろいろこの不具合っていうかねデメリットもあるんだけどそのデメリットを全部取っ払って全部吹き飛ばすぐらいのメリットがありますよと何かっていうと視力が良くなると僕はあの視力0.02とか0.03っていう強度の禁止だったわけですよそれが1.5多分今1.0ぐらいだと思うんだけどそれがね約40倍ぐらいまであの視力が回復しているわけだからめちゃくちゃいいと。 あの視力40倍50倍倍にまでアップしたってことだからねもう僕はものすごいレーシックマニ,アマニアじゃないなレーシック信者って言ってもいいぐらいいいんだけど今は ICL っていうのがこれから流行るんじゃないかって言われていて目の中にそのレンズを入れるっていうま分かりやすく言うと目の中にコンタクトレンズを入れるみたいな感じなんだけどレーシックと違ってあの角膜をそんなに削らないって言われてるわけよ。レーシックは 28mm 切るらしくて ICL っていうのは 3mm しか切らないですよと、で、術後の違和感とか、ドライアイとかをその感じることがレーシックに比べて非常に少ないと、負担が少ない治療法だっていうふうに言われているわけね、んこれから多分そのレーシックのが衰退していったから、この ICL っていうのが今後伸びていくんじゃないかっていう、こ,のこれもまたうまいように成長カーブ描いてるなと思ってるわけなんだけど、レーシックの成長カーブってどんなんだったのかっていうと、 レーシックっていうのは2000年、今から約20年前、20年前だわ、20年前に2000年の時に2万人が受けたって言われているわけね、で、2004年で6万人、で、2005年で7万8千人、で、ここからぐっと上がっていきます、2006年で15万人、2007年で22万5千人、で、2008年で45万人が受けていますよと。 でこ2008年をピークにしてだん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 下がっていくわけね、これが2009年から下がっていって、僕があのちょ当時、ね、ブログに書いてあるやつをちょっと見ていると、2014年でたったの5万人まで下がりましたよと、うん、たったの6年でピーク時の9分の1まで減っていると言われているわけね。 2000年で2万人、2004年で6万人と言われていて、で、2014年でずらーっと上がっていくわけよ。2万人、6万人、7万8、8千15万、22万、45万、ぐーっと上がっていって、だんだん下がっていって、2014年は5万人になったって。多分、今もっと少なくなっていると思う。う 恐ろししいい凹み方をしているよなこれは,要は2000年から2008年まで2000年から2万人から2008年まで45万人というのはもう思いっきり導入期から成長期にかけて右肩上がりに急成長していった時期ね。 で2009年からはもう、もろ、成熟期から衰退していくんじゃないか。で、衰退していったらまた新しい商品が出てきて、新しい成長カーブを描くって言われているから、それ多分 ICL になるんじゃないのか。今まだ ICL って50万から80万ぐらいするらしいから、多分当時の、当時の2000年代の、 レイシックとと同じぐらいのの価格の費用がかかってると思うのよこれが10年ぐらいかけてくると昔のレーシック並みにね僕が多分受けた時ぐらいのちょうどその20万とか30万ぐらいまでにこう落ち着いてくるんじゃないかなとは思うんだけどね、うん、これねいろんな商品に関して言えばそういうのがありますよとちなみに太陽光発電も同じようなのを描いていますあの特に、 2009年からの固定買い取り制度が始まった時っていうのはもうピークのピークでどっかーで2012年なんかは超絶ピークでそこからだん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 下がっていくっていうのがあるんだけど。 僕の中で太陽光は、あの、成長カーは2回受けたなぁと思ってるわけ。一番最初の時は2000年の頃ね。2000年の頃に受けて、で、2006年ぐらいにもう売れなくなってきたなぁっていうのがあったわけ。で、2008年ぐらいになって、補助金が復活したってなって、一回グーって上がってきたんだけど、また下がって。で、補助金復活、固定買取制度とかなって、で、さあの、事業用、産業用太陽光発電って言われて、あの、 東日本大震災があってからね、また太陽光がぐって注目を浴びて、民主党政権になって、バイデン価格48円にするとか言って言い出してから、急激な成長カーブを上げていったわけね、うん、でそこからもうどん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 下がっていって、もう今はやもうね、目も当てられないぐらいの形になっていくわけですよ、のものすごいピークの時って、分かりやすかったのが、新築住宅が分かりやすかったと思う。 当時ね、多分パナホームから聞いてた話では、昔は太陽光発電つける人なんて、パナホームだけじゃないと思うけどね、あのもう本当、新築で家建てる人の2割、もしくは多くて3割ぐらいです、多分1割から2割ぐらいの人しか太陽光発電を設置しないんですっていうふうに言ってたのが、ピークの時どうだったかって言ったら8割近い方が太陽光つけてますって言ったのよ。今どうかって言ったら、また2割から3割ぐらいまで減ってるっていう <laughs>。 <laughs> 話だからね、あの直接、あのハウスメーカーの,の営業マンから聞いたわけじゃないです、麹屋さんから聞いています、僕は、うん、もう当時、新築の家はもうほとんどみんな太陽光つけてたんだと、だけどもう今、ほとんどもうつけてないねっていうふうにはやっぱり聞いているからね、だから、今、太陽光線がつながっていってますよと。で 基本的に何で分かるかっていうと肌感覚で、ね、あの経営センスの優れてる人っていうのは肌感覚で分かるっていう人もいてると思うんだけど僕はね分かりやすいやつがあると思う何かっていうとね Google トレンド Google トレンドっていうのがあるのでそれで検索してみてください検索したらすぐに分かる、うん、あのね太陽光発電は2011年の5月が一番ピークに検索されているのよ これ、まあ、やっぱ震災のあったとかいろいろあると思うんだけど2011年の5月をピークの100としたら今、2020年の10月、まあ、まあ今11月なんだけどその10月にどれぐらい検索されたかっていうと14ってなったのよつまり86%減されているみたいな感じ <laughs> なわけね86%減約9割減されているわけ。もう、はい 太陽光発電を日本で検索する人が2011年の時に比べたら14%しかいないですよと。っていう感じで見ていいと思うのよ。じゃあ、レイシクどうだったか。レイシクのピークって2013年みたいなのね。2013年の6月がその100として、まあ、他にもちょっとピークがあったんだけど、一番の大ピーク、そこだったの、ね。2013年の6月が大ピークで。じゃあ、2020年の10月はどれぐらい検索されていたか。さあ、どれぐらいだと思いますか、千ささん。5%。 めちゃくちゃ惜しい 6%6 です94%減レーシックで検索する人がそらもうダメだよね実際僕の受けたあの禁止眼科なくなっております閉院 <laughs> しておりますよもうびっくりだわ本当にまあねえもうまあ多分 ICL になっていくんかなと思うんだけどだけど僕はそれだけで終わらなかったうんあの一応ねいろいろ調べてみたのよ レイシックなんでこんな触っていくんだろうと思って、いろいろ調べました。そしたら、まあ、減って当然だなと思いましたね。景気のせいもあるんじゃないのかとも言われているんだけど、僕は個人的には違う角度から見ていますよと。まず、レイシックを受けたい人、まあ、見込み客をまあ推測していますよと。レイシック保険が効かないから、多分、 今は安い、ちょっと調べてないから分かんないけど、多分今でも20万から30万ぐらいかかるんじゃないかなと思うのよ。僕が受けた時で30万前後だったから、まあ、30万かけてあの、視力を回復したいと思う人ってどれぐらいいるのかっていうのを調べるわけよ。まずじゃあ、10代、20代は少ないと思うのよね。もう視力の回復に その30万もかけれてられんとコンタクトで十分だっていう人が多いと思うんで実際僕も10代の時はメガネで過ごせって言われていたし20代の時はコンタクトで過ごしてきたからあまああとぶっちゃけお金がないっていうのもあるけどね、うん、で僕が手術受けた時10代20代の人はほとんどいなかったですうんやっぱりあの30代がメインかなと思うで40代後半とか50代の人ってレーシック受けるかっていうと多分ね 子供にお金がたくさんかかる時期だから自分の視力の回復にお金なんてかけてられないっていう人が大多数だと思うだよねうん。50代前後でレーシック受ける人ってすごい少ないと思う。うん 60, 代以降の人は60代以上の人は 今更視力回復しても意味がないと思ってる人が多いと思うのよ。実際僕も父親とかに聞きました。そうしたら、今更意味がないなとか <laughs>、60年間、50年間、40年間メガネで過ごしてきた人だから、今更もういいわっていう人が多いかなと思うのよね。うん、実際聞いてみてもやっぱ少なかったしね。うん、なんか30万以上払って角膜削ってまで視力を回復したいっていう人が、 28歳から46歳ぐらいまでの人なんじゃないかなと思うわけね。じゃあその28歳から46歳、要は1970年から1988年の出生率を調べてみましたよと、うん。そしたら、1970年代、1970年から79年の生まれの人が、今これちょっと見てると、お1890万人、約ね。で、1980年から年から 1988年生まれの人が1300万人生まれてますよと、合計3200万人いてるよと、見込み客が約3200万人のいていますよ、だけど、3200万人全員が目が悪いわけじゃないですよと、うん、あのただ、日本は世界でもずば抜けて禁止の国だ、っていう目が悪い国だっていうふうに言われているわけですよ、高校生の58.7%が視力1.0%以下って言われるメガネ大国ですよと。で まあ、ちなみにさ視力が0.7以上あれば車の運転できるし眼鏡やコンタクトで十分って考える人が多いと思うのよ。そうですよね。目がいいんですよね、はいうん、多分ねそうだと思う視力が0.7とか0.6とか裸眼でもそんなに不便な生活を送らない要は車の運転でも、まあ、夜ちょっと眼鏡かけるかもしれないけどそれだけで十分済みますよっていう人はレシーシック受けるかっていうと受けないと思うのよね。 そんなことしなくてもいいよというふうになってくると思うのよ。うん、で視力0.1以下の人がレーシックを受けたいと強く思う人なんじゃないかなと思うわけね。うん、で30代40代の人で視力が0.1以下の人っていうのはだ大体ね40%ぐらいだっていう見方があるわけよ。 僕個人的には45%ぐらいあるんじゃないかなと思うわけ、だから3200万人の45%って言ったら1400万人ってなるわけね、すで、えー、に日本でレーシック受けた人っていうのが約200万人いてるって言われているわけね、だから7人に1人はもうレーシック受けたことになってしまうわけ、13.8%ね、その視力が0.1以下の人で。 うん、の人がもううレーシックを受けてていいるっていう状態ただ視力0.1%以下でもメガネやコンタクトで十分だって考えてる人もいてると思うし角膜を削るのが怖くて踏み切れないっていう人もいてると思うしその例えば目の病気ね緑内障とか白内障なんかの病気でレーシック受けたいんだけど受けれないんだっていう人もいてると思うのよ。で 例えば、さっきこれと同じようにレーシック受ける気満々で検査に行ったんだけど角膜が薄くて君、ダメですねって言われた人もいてると思うのよ、でもちろん金銭的な理由でレーシック受けられない人もいてるし、レーシック以外で視力を回復した人もいてると思うのよ、そう考えるとレーシックの不況率が13.8%っていうのは、そんなに悪くない数字なんじゃないかなと思うわけね。 つまり、レーシックを強く希望する人のほとんどが、もうすでにレーシックを終えてしまったと、僕は考えているわけね。で、そこからレーシック、もうすでに13.8%の人が受けているわけだから、残りの、えー、77%ぐらいの人の人が、どれぐらいするのかだよね。76.2%が、76.2%の人が、 どれぐらいいてるのかっていう話になってくるんだけどそんなにいないんじゃないかなさっきの言ったね眼鏡やコンタクトで十分だって考える人もいてるしそれが半,半数以上いてると思うけどね角膜を削れない人病気的な理由だとかいろんな理由があって怖いっていうのもあるしね,、うん、ねレーシック以外で回復した人もいればもう過去あの大ピークだった45万人がレーシック受けたとか。 そんなんはもう今後見込めないんじゃないかなと思うわけねうーんちょうどあの全ての商品に当てはまる成長カーブっていうのに当てはまりますよ導入期から成長期になって成熟して衰退していくっていう、まあ、衰退っていうのはちょっと大げさかもしれないけどもう今完全に成熟から衰退の方へ走ってるんじゃないかなと。 で次 ICL っていうのが今後出てくるんじゃないかなと思うんだけどだけどやっぱね受ける人が少なかったら、あのー、やっぱコストもね安くなっていかないしっていうのもあると思うんだけど太陽光も同じだと思う今後太陽光発電がものすごく増えてくるかっていうと増えないと思う、うん、だって売電価格は10年過ぎたら関西電力は8円っていうのにも決定しちゃってるし今後どん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 削除していくっていう話になっていってるわけだから。 昔のような太陽光をつけるっていう人はすごくすごく少なくなってきたかなと。でレーシックがレーシックの代わりに ICL が出てくるっていうように多分太陽光の代わりに蓄電池も出てくるとは思うんだけどでもそんなに大きな希望は湧かない方がいいかなと思うのよね。これがまあ成長カーブって言われるやつで。 でこれねバブルってね3年も持たないって言われるのも、まあ、その辺かなと思うのよ、レーシックもそうだし、太陽光もそうだったから、い,いろんな業界見てもバブルってそんなに長く続かないんだよね、だからもしこれを見ていらっしゃる方で、いや、俺んとこ今バブルだからウハウハなんだよ、このまま右肩上がるとどんどん行くぞ、ガンガン行くぞって思っていたら、ちょっと待てと言いたい、うん、右肩上がりの時はみんな勘違いしてるから、僕らも勘違いしてましたよ。だけど 3年です今3年でそのバブルが終わるからバブルだーってきたーってきたらもう次のことを考えなきゃダメですこれね,ねあの一番うわすっごいしっくりくるなって思ったのがあの萩本欽一の言葉「欽ちゃん」欽ちゃんがねすっごい刺さる言葉を言ってたのよ欽ちゃんがあのテレビに出て「もう100%男」って言われてきてでだん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 仕事がなくなってきた っていう時にその時金ちゃんはねなんか運だとか時代の節目っていうか運をよくあの大事に見てたっていうふうに言ってるのよ。で金ちゃんが言っていたのはその運っていうのはこう潮の満ち引きみたいなのがあって個人の力ではどうにもならないんですっていうふうに言ってるわけどれだけ頑張っていてもダメですっていうふうに言ってるのよ。例えばあの潮が引いていてく時 満ちている時はいいですよと、うはうはってなってるかもしれんけど、潮がさーって引いていくときっていうのは、僕分かるんです、肌で感じました。でも、潮が引いているときに、いくら個人で一生懸命潮が引かないように堤防みたいなの作って頑張ろうとしても、それはもう無理ですよと、個人の力ではどうにもならないんだと、もう時代の流れだとか、運だとか、そういうのに逆らえないんです、僕はそれを感じたときに、あテレビ業界引退しようと、テレビやめようと。 思いましたみんなから何か「何でやめるんですか何でやめるんですか?」ってみんなからはん言われたんだけど僕は分かったんですあ,あこれはもう俺が僕がどれだけ頑張ってもその太刀打ちできない仕様の引き目を感じたんで僕はテレビ業界を引退したんですって言ってその劇場の方とかねそっちの方にいた行ったんですっていうふうに金ちゃんが言っているわけですよそのテレビであの天下を取った人間が天下を取った人間があっ もうこの天下は続かないって、あ潮が引いてってるっていうの分かったんで、テレビやめたっていうふうに言ってるわけよ。僕も分かりました。太陽光発電潮がバーって引いてってるのが分かって、うわ、これやばいぞって。分かるんで、これ、どんだけ一生懸命頑張って太陽光盛り上げたいって言っても、これもうちょっと難しいと思う。個人の力ではどうにもならない。うん、国が定めた形もあるしね。例えば、車なんかもそうだと思う。今後、ガソリン車っていうのは、 どん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 ん減っていく方向にありますよっていうのに車を盛り上げたいんだ車業界盛り上げたいんだって個人の力が頑張っててもやっぱ時代の流れには逆らえない部分があるからこれは成長カーブっていうのがありますよと成熟期衰退期に入っている業界の中で俺だけ頑張るんだって言ってもやっぱりなかなか厳しいきついところがあるしね。かといってて導入期っていうのは 誰も見たことも聞いたこともない商品っていうのにはお金みんな払わないっていうのがあるからねそれはまたそれで厳しい難しいっていうのもあるからやっぱり事業に入ってくるときには成長期がいいですよ成長期にポーンと入るのが一番いいですよっていうふうに言われてるからねだからちょうど今成長期感じてるのは多分 YouTube だと思うねうんただエンタメ系の YouTube はもうあれは多分成熟期じゃないかなと思う僕が今やってるんでビジネス系の YouTube ユーチューバーっていうのは多分今成長期なんじゃないかなと思いますのでそういうところをねこちょ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 こアンテナ立ててあの業界の成長期っていうのはどこがあるかなっていうのを見ていってその波乗りサーファーみたいな感じでねこうやっていくのがいいんじゃないかなと思うねだって成熟衰退していくのにしがみついてたら一緒に下がっていくからねちょうどねあのこう武蔵野の小山登る さん小屋のル社長も言ってたんだけど、なんかあの経営相談室であるリスナーの人から相談が来てたのよ、あのうちの創業地とその支店があってとで、その創業地の本店のところはあの、やっぱ人口が減っていってるので、そのよくなくなってきたと、売り上げもだん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 下がっていきましたと、でも創業の地なんですと。であの隣の町では あの人がいいっっぱ入てててきこの創業の地を捨てて違うところへ行こうかどうか悩んでるんですけどどうしたらいいですかねって言われたら小山社長は「そんなのさっさと捨てるべきです」って言って <laughs>「だって人がいなくなってるんでしょ?」ってそんなところで一生懸命頑張ってもダメです人がいっぱいたくさん集まっているところに出向いてそこを本店にしたらいいじゃないかと。 創業の地だからといってしがみついててダメですよと、どんどんどん新しいところに行って、売上げの上がるところに出店していったらいいんですよというふうに言ってたのよ。ちょっとこうニュアンスが違うかもしれないけど、同じようなこと言っていたわけ。衰退している町だとか、そういったところに創業の地だからって言って、生まれ育った町だからって言ってしがみついている場合じゃないっていうふうに言ってるわけね。うん。もその通りだと思う。だから自分のね、あの、 やった業界だからとか孫正義のソフトバンクもさどん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 様変わりしていって,ってるじゃない、うん、そんな感じでこれからの時代もう昔からやっていたやり方だからって言ってずっとやっていくっていうのはよくないし僕も昔から言ってるそのテレアポだとか飛び込み営業の従来の営業法っていうのは多分僕はもう成熟してって衰退していくと僕は思っているわけで、ね、だからそこにしがみついてそ,こしかそれしかやっていないと今後の5年後10年後って っていうのがすんごくきつくなってくるから今のうちに新しい売り方にポーンとスイッチしていく方がいいですよと今ならまだいけるからでなんでスイッチした方がいいかっていうとだめになってからボーンって切り替わるのはすごい厳しいからだめになる前に両輪として走らせるのよ飛び込み営業テレポンまだいけるんだったらそれも走らせて僕の言ってるそのダイレクトレスポンサーとか広告とかそういうのも一緒に走らせていって徐々に徐々にシフトしていくっていうふうにした方がいいと思うのよ ゼロみたいな感じで一気にドーンって変えるんじゃなくてねじわ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 変えていくっていうことをやっていけばダメージも少なく気がついたらそっちの方に移転していた変わっていたシフトチェンジしていたっていうのが一番いいやり方かなと思うのでねまあそういう成長カーブっていうのは商品だけじゃなくてサービスだけじゃなくて売り方にも僕はあるかなと思っているのでその辺をねちょっと見ていただいて特に僕はずっと前から言っているあの 昔ながらの営業法をやっている人はぜひ僕のやっているダイレクトレスポンスというのもちょっと、ね、あの考えていただければなと、まあ、まずは本を読んでいただいてこんなやり方もあるんだぞというのを知っていただければなと思いますね辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます